リバ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 リいやー、すいませんね。これすごい大会のね、大取りで、こんな合計種族値460のやつ出てきてしまって、すいませんね。申し訳ない。いやー、でもね、やっぱ最後なんで、バリバリ元気に頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします、皆さん。ねえ、ありがとうございます。いやー、いいですね。いや、それにしてもね、この会場、綺麗なお客さんがたくさんいらっしゃいますね。こちらから、べっぴんさん。ペッピンさん、一人飛ばしてリフレクターねえ、バリバリ言うてますけどもね、はい、お客さんは壁作らなくて大丈夫ですからね、はい、僕だけで大丈夫なんで、はい、いやまあそれにしてもね、先日自分32レベルに上がりまして、その際にですね、新しい技を覚えたんですよ。新しい技、これね、モノマネなんですけれどもね、モノマネ覚えたんで、ちょっと今日は皆さんに PP が切れるまでモノマネやりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみにこれ、僕これ喋れてると思うじゃないですか。これね、違うんですよ。人間のモノマネしてるわけではなくてですね、これはシンプルにテレパシーですね。はい。自分エスパー入ってるんで。はい。皆さんの心に直接、はい、話しかけてるんですけれども、まあ、そんなことはまあいいんですけど、じゃあ、モノマネやらせてもらいますね。まずは、アニメポケットモンスターより、普段あんなに温厚なたけしがロケット弾にぶち切れるシーン。初めて会った時のことから、初めてゲットした時のことや、一緒に旅をしてきたことや、一緒になってポケモンバトルで頑張ったことまで、そんな思い出の結晶がモンスターボールなんだ。それを奪うだなんて、お前ら人間じゃねえ。これですね。もうあんな優しいんですけど、普段はね、もう相当ロケット弾に腹立ってたんでしょうね。はい。はい、どんどんやっていきましょう。続きまして、大乱闘スマッシュブラザーズより、ファイターの選択するときに、一匹だけ異質なやつがいるんで、それのモノマネやらせていただきます。はい。ピカチュウ、ピーチュウ、ミュウツウ、ポケモントレーナー、ルカリオ、ガオガエン、ゲッコウガ。これですね。ねえ、これ、なんか、やったことある人はね、絶対これモノマネしたんじゃないかなって、結構、この、吐息がね、吐息がいいんですよね。はい、じゃあ続きまして、ポケモンソードシールドのランクマッチ配信にて、以前戦ったことのある相手とマッチングして、喜びを隠しきれないあばれる君。はい。さあやっていきましょう。さあやっていきましょう。マッチングしましょう。はあ、マッハピザサンダー。マッハピザサンダーの、マッハピザさん、覚えています。マッハピザさん覚えています。マッハピザさん、変態だなと言ったことを覚えています。また、また会えました。やっぱり今日も変態です。はい。これですね。はい。いやー、もうすごい喜んでます。ちなみにその時、マッハピザさん、カモネギをね、パーティーに入れてました。変態ですね。はい。続きまして、ポケモン、バイオレットにて、AI ロボットになってしまった、フトゥー博士のモンスターボールの投げ方。はい。
僕の夢を阻む者はご退出いただこう。これですね。はい。もう投げてないです。もう投げてない。もう落としてるだけで。はい。はい。じゃあ、どんどんね、やっていきましょう。まあ、せっかく今日はね、もう審査員が豪華なね、方いっぱいいるんで、この審査員のモノマネちょっとやらせてもらいますね。はい。あばれる君主催の、仲間大会にて、ガーリーレコード高井とマッチングした際に、ポットデスの殻を破るをメタモンにコピーされて、敗北を確信してしまうも、どうにかマウントを取ろうとするモコ先生。はい、マッチングしました。高井ってこれ、あ、これガリレコの高井さんや、これ。ガリレコの高井さん。ダグトリを使ってんね、面白い。初手はロトムと。ロトムで警戒すべきは、スカーフトリック。青客が素早さ取れてるから、スカーフではない。じゃあこっちを殻を破っていく。で、ロトムはボルトチェンジ。ああ、これ、メタモンとか来たら嫌やねんけどな。ああ、もうなんや、もうメタモンとかやも。もう、しょうもない。これもう全部メタモンや、もうこれ。ああ、もう、俺は株式会社ポケモンと繋がってんねんぞ。いいですね。はい。ね、あの時はもう完全に三立てさせていただきました。すいません。ありがとうございます。はい。じゃあ続きまして、どんどんやっていきたいと思いますけれども、あっ、すいません。もっとモノマネやりたかったんですけども、PP 切れて悪あがきしか出せなくなったんで、この辺で終わりたいと思います。以上、バリアードでした。ありがとうございました。